にちは。そう、高畑さんとまやさんとあやめろさんと4人です。なんかもう本当に楽しかったので、ぜひ放送楽しみにしててください。めっちゃ楽しかったです。幸せでした。こんにちは。初非公式です。を高畑さん卒業の回で呼んでいただきました。こんにちは。楽器ありがとう。こんにちは。こんにちは。こんばんは。どうもありがとうございます。こうやっぱ今ね、なんか本当に体調が作れない先輩とか同期の子も多いから、こう今日もオフになったんですけど、本当になんかもうね、気をつけないと。なんかこう練習しに行くにもなんかさ、行けない状態。こんにちは。こんにちは。でもなんかちょうどなんかちょっと背中っていうのか腰っていうのかな、なんかちょっと痛めてて今。こんにちは。すごい痛くて眠くない痛くて、なんかなんて言うんだろう、このさ、これを機にさ、ちょっとなんか休めようと思うんだけど、体を。めっちゃ痛くて。こんにちは。こんにちは。そう、100回もありがとうございます。こんにちは。100回もありがとうございます。そう、なんかさ、制服の目かな、もうめっちゃ痛くて、それからなんかさ、湿布とかじゃない痛さ、なんか腰が痛い時と一緒のが背中できてる感じ。こんにちは。でちょっと公園が空いた今ね、残念なんだけど、ちょっと練習も一旦やめて直したい。明日は美晴さんの卒業公演です。
わかんないですよね痛くてめっちゃ痛い。こんにちは。怪我ってわけじゃないと思う。なんかちょっと久々すぎた久々すぎたのかな。なんか痛いんだよねめっちゃ。こんにちは。本当にね、こんばんは。ねね、明日楽しみですね。寂しいですけど、なんかこう卒業公演に出させていただくの初めてだし、こんばんは。こんにちは。そうなんですよ。わかんないよ、でも。何だかわかんなくて。そう、今ね、そう、こんにちは。あ、どうもありがとうございます。こんにちは。うそ、コーミもなの。うそ、なんか本当になんか体調、そう、本当に皆さんも気をつけてください。なんかさ、本当にさね、私めっちゃ元気なんですけど、めっちゃ元気です私。だから皆さん安心してください。結構メールとかでも言われるんですけど、私めっちゃ元気です。これを維持できるようにじゃがりこ食べてます。こんにちは。ね、びっくりするほど元気なんだよね。もうこういつなんか予兆が来てもおかしくないと思いながら生活してるからいいのかもしれない。わかんないけど。もうさ、もうなんか全国的に流行ってるのかな、それともさ、もうこう、この SK の中なのかちょっとわかんないんですけど。うん、ふんなんだ。本当に皆さんも気をつけてください。こんにちは。
なんだろう、私的風にならない方法は、やっぱり野菜ジュース飲むとか。私が普段してることってことでしょ。野菜ジュース飲む。野菜ジュース飲んで、暑いけどマスクはつける。なんだろう、あと心から元気になること、バッチリ今日飲んだ、バッチリすぎる。どうなんだ、値上がりしてるの。あ、手洗いうがいは絶対、特にうがいね。うがいは本当に外から帰ってきたら絶対にする。あのうがい薬みたいなの使ってないですけど、あれをやるとあのうがいが嫌いになるので、本当にお水、気をつけてね。特にさ、今さ、あの NGF とかさ、見てくださろうとしてる方多いと思うんですけど、来れなくなっちゃったらね、お互いね、悲しいから。こんにちは。たくさん寝るよ。なんかこう、最近はちょっと若干落ち着いて、寝れるんで、だいぶ寝てる今。ありがとうございます。こんにちは。まあまあ、予報は予報ですから、違法は違法です。こんにちは。こんにちは。背中めっちゃ痛いんですよ、本当に。困ったもんだね。困ったもんだよ。困ったもんだよね、ママ。ねえ、困ったもんだよね、ママ。そう、野菜ジュースは飲んでください。もうどうしようね、ママ。ママどうしよう。ママどうすればいい、これ。どうすればいいの、これ。こんにちは。
え、どうしよう。まあ、どうしよう。どうしたらいいのこれ。ママ。こんにちは。あ、どうもありがとうございます。こんにちは。これそのまま？ママこれそのまま？そのまま？それともこう施した方がいい？こんにちは。接骨院か整形外科行った方がいい？トレーナーの方はいらっしゃるんですけど、あの劇場行ってないからさ、行けてないから会えないんですよね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。それがいいね。確かにそれがいいや。今日は安静にしてて。そうだね。こんにちは。でもママはそっちじゃない。ママはそっちじゃないと思う。あんたありがとう。こんにちは。ありがとうございます。どうもありがとうございます。こんにちは。本当に NGF めっちゃ楽しみだから、できますように、できますように、みんなが元気になりますように。こんにちは。サータめっちゃ元気。サータめっちゃ元気なんだよね。で、みんながよくなりますように。本当に、あ、そう、なりますようにの虹。こんにちは。ハートありがとうございます。こんにちは。で、天気も良くなりますように。こんにちは。ああ、これ永遠にやるの、ママ。こんにちは。手洗いうがい、野菜ジュース、これ確実に良くなりますので、免疫強くなりますので、ぜひ
ゃってください皆さんも。健康第一です。こんにちは。野菜ジュース本当にいいですよ。野菜ジュース、野菜ジュースは本当に素晴らしい、素晴らしいので。こんにちは。どの野菜ジュースが好きなの？1日分の野菜が好き。こんにちは。おすすめ、人参率高めでおすすめです。いつもありがとうございます。人参ですよ、やはり。こんにちは。なんかガブリチュウはもう糸になるくらいまで噛みちぎれないとき面白いよね。マニアックすぎる。なんかさ、ガブリチュウをさ夏に食べるとね、冬に食べると噛み切れるの。でも夏に食べようとするともう永遠にね伸び続けるの。でも糸なの、もうここら辺最終地点糸ぐらいになってるんだけど、すごい面白い。こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいい、ありがとう。ありがとう。今の笑顔が可愛すぎて言われたの初めて。ありがとう、ありがとう。こんにちは。二度目ありがとうございます。いい公演楽しんでください。こんにちは。ありがとうございます。なんか今日元気だねって言われたり、元気ないねって言われたりする言われたりする。普通だよ。こんばんは。
めっちゃ普通だよ。え、こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかさ、違う、なんか今までさ普通にさ、あの声がでかかった声がでかかったと思う、配信の時の声が。それを最近になって気づいたから、ちょっと配信であんなになんか声でかいのおかしいなと思って、最近だからあの声を抑えるって前も言ったから、前も言ってた。普通に前も言ってたんだよね。わかる。ありがとうございます。ね、あの、え、そうなんですよ。そうなんですよ。あの前、結構前も言ってた。2ヶ月前ぐらいに配信の時の声がでかすぎるって。もうだってなんかね、でかすぎたから普通に。前も言ってたのに、また最近またでかかったから、ちょっと気をつけないと。こんにちは。ありがとう、パワーいただいた。拙者パワーいただいた。クールだよ、クールで清楚だよ。こんにちは。いや、うん、プラありがとうございます。拙者クールでござる。こんにちは。そう、こんにちは。グッド。ちょっと清楚って辞書で引いてくるわ。すいません、なんかそんな疑わせてしまってかたじけねえです。1回目ありがとう。こんにちは。え、そう、なんかそういう日もあるよね。なんか武士になる日もありけり。拙者武士になりけり。なりけり。拙者たまに武士になりけり。かたじけねえ。こんにちは。どうもありがとうございます。でも本当になんかもうそのやっぱ大きい声出すとなんかそっちにパワーがいっちゃって、やっぱ頭の回転が遅くなるっていうのある。なんかちょっと小さい声で話すとなんか面白いこと起こるから。そうでござる。そうそうそう、かたじけないじゃなくてかたじけねえって言うんだよ。これ、安土桃山時代の常識。どこから来たんだよ。お主どこから来たんだよ。ブチアイドル可愛い。じゃあちょっと
日本史のテスト結構点取れるから武士アイドルになろうかな。こんにちは。ちょっとゴサルって忍者入ってる。ちょっとごめん。なんか忍者と武士のハーフでいこうかなって思って。いいとこ取りみたいなさ。そういうやつ。やっぱさ、なんかやっぱさ、配信は面白い方がいいじゃん。なんかわかんないけど。しかもあれ、拙者さ、拙者2時間半やるから今日も。今日も2時間半やるからさ、やっぱ大事じゃん面白さって。なんかどれだけまあ皆の者が拙者の配信を見てくれるかっていうのが結構大事だから。こんにちは。無理な設定は疲れない。これ無理な設定とかじゃないよ。たまにやりたくなる設定。ニンニンってことですね。こんにちは。でも本当になんか拙者、でもなんか拙者を許してくれる先輩が欲しい。なんか結構拙者って先輩の前で言うとやめなって言われるから、拙者を許してくれる先輩見つけたいと思います。今のところみくるさんにはやめなさいって言われたから、みおさんにもやめなさいって言われたので、気をつけたいと。だいぶさ反対される、拙者って言うと。みおさんダメ、みおさん拙者って言ったらダメだと。こんにちは。わかんない、愛理さんも言ったことある気がする、拙者って。無意識に使っちゃうから、ちょっとなんかどの先輩に言ったか忘れちゃったけど、でもどの先輩に言っても変って言われますね。そんなことないんですけどね。こんにちは。拙者、拙者です。こんにちは。多分ゆずこさんに接し合って言ったらキモいって言われて喜んでごかちゃんに惹かれる未来が見えますね。まあ、ラブリーさんにも言った気がする、言った気がする。でも肯定してくれる先輩はまだいらっしゃいません。いつか。ハートありがとうございます。もうこれキャラとかじゃないからね。もうたまにあの言っちゃうって。こんにちは。拙者だいぶこれにハマってるでござる。それがしって何？それがしっていうの？最近の忍者ってそれがしっていうの？それとも武士がそれがしっていうの？それがし。拙者とさ何が違うんだろう？
ちょっとその違いによっては変えていこうかと思うんですけど、それがしっていうのはそれ武士ですか？それがし、綿菓子みたいな、結構なんかいい感じ。あ、最近の忍者なんだ。最近の忍者、最近の忍者、それがしっていうか。じゃあ流行りに乗っていこうかな。え、ハロウィンってさ、なんか武士とかさ、忍者ってさ、なんて言ってたんだろう。歌詞の譲渡。何ていうの。何歌詞の歌詞の何だろう、こんにちは。で、今のハロウィンはもう私の誕生日ですよね。いつの間にかキャッチフレーズにニンニン変わってそう。ニンニンしてくれなきゃ。ひどくなっちゃうぞ。ニンニン。怖い怖い怖い。さすがに怖い。さすがに怖くなってきたかも。それはそれを想像してしまったら。こんにちは。それがしは皆の者からの菓子よりもニンニンがもらいたい。うん、そうなんだ。時間がない公園でニンニンやるところないだろ。ないだろ、どこにも。どこでやるねん。こんにちは。ハートブレイカーズでさ、ニンニンで出てきたらやばくない？だいぶやばいよね。そんなことしませんよ、私は。絶対やんない。嘘、関西弁上手？今関西弁言ってた。嬉しい。正直
なんかニンニンのポーズをハートだよって言えばもうハート、ニンニンのポーズは。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。どうもありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
多分同じ同じこと考えてた多分同じこと考えてる。サラダったら何かなって考えてた今。どうもありがとうございます。こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。楽しかったですよ。こんにちは。え、なんかさ、違う、なんですか、ニコ生がどうしたの分かってないんですけど、私どういうことなんですか。でもなんか初めてのさ、非公式がさ、収録になったからさ、分かんないんだよね、本来が。特殊な感じでさ、非公式デビューしたんですけど、何サイバー攻撃って何、かっこいいけど、なんどういうことですか。なんか銃で撃たれたみたいな、そんな感じ。なんかなんだろう、どういうことなんだろう。こんにちは。難しいけど使えないよ。こんにちは。
ちは。こんにちは。忘れないですよ、絶対。こんにちは。夜ご飯は何にも決めてないですね。どうしようかにゃ。こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。ね、背中をいたわる日があって嬉しいですね。こんにちは。素晴らしい。そのお家でチャーシューを作ろうっていうその気持ちが大事だね、やっぱり。私はチャーシュー作っても食べないので。ラーメンってことでしょ。こんにちは。料理する記憶がない時用のもの用意してないな。してないな。した方がいいよね。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。あんまないな。未完全カレーがある、一個。あ、でもあれはダメなんですよ、食べちゃう。
ゆずぼさんのやつなんで食べません。ゆずぼさんのやつは食べれません、もったいないので。どうもありがとうございます。開けるのもったいないです。ダメですよ、カレーにもゆずぽさんがいますから、やっぱり食べちゃダメです。どうもありがとう。嘘、なんか眠そうに見えるらしい今日。でも今日あんまいつもより眠くない。こんにちは。はい、カレーにもゆずぼさんはいます。その自覚を持って食べないと。やっぱりこんにちは。どうもありがとうございます。で、なんかその本当に今日いろいろ言われるよ。不思議じゃない？なんかあるよね、そういうさ、見てる人によってさ変わる絵みたいな。それじゃない？今それじゃない？今日も可愛い、ありがとう。ほら、ありがとう。いやさあ、た最近手作りカレーですら胃もたれ危ういのであんま作らなくなっちゃいましたね。こんばんは。変わらんわどっから見ても変わらんわ。暑い季節は何食べて過ごすことが多い？ガリガリ君の梨とかスイカとかかな。こんばんは。胃もたれして痩せるくらいならね、胃もたれしないで太った方がいいですよ。本当に胃もたれを舐めちゃいけないという。こんばんは。そんな意識して使ってないよ、関西で
生地そんな使ってないよ本当に。ちっちゃい時に関西のお友達はいたけど、なんかその友達にもそんな影響されてないよなんか褒められたの初めてだよ関西弁がみたいな。全然普通じゃない、わかんないけど、こんばんは。めちゃくちゃ千葉、めちゃくちゃ千葉だよ。こんにちは。なんか30分ぐらいになったら。場所変えようかな。一瞬ワープするね、30分くらいになったら。こんばんは。どうもありがとうございます。そう、背中をいたわろうと思って場所変えたんだけど、ちょっとあんま変わんなかった。こんばんは。二度目ありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらこそこちらこそです。それはこんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。うん、楽器ありがとう。楽器なんかあれみたい、から見るとあれみたい、フラミンゴみたい。ありがとうございます。どうもありがとう。こんばんは。
今月ってあと何日ですか？今月ってあと何日で終わるんだろう。怖いな。あと3日？怖いな。怖いわ。今日も含めたら5日もあるの。今日も含めたら5日もある。呼んだよね。1、2、3、4、今日入れてこ、あと4日あるの今月って。今日26でしょ、27、ありますね。すごいな、なんかやっぱ6月と7月が どうもありがとうございます。こんばんは。うっそ、4日のうち3日ステージに立つんだって。アイドル、アイドルだね。こんばんは。15分になったら場所変えますね。ワープしたいと思います。こんばんは。やっぱキリがいい。15分で場所変えたいと思います。これ壇上さ、一回やったら壇上消えたりする？これ読んどいた方がいいやつ消えたりする？消えたりする？これ、消える？こんばんは。うそ、読みます。13位、さあやさん。12位、水色のくまさん。11位、猫ちゃん。10位、ワンオツカイ。9位、男の子。
8位メロンソーダ、7位ボブ、6位恐竜、5位カイニャンさん、4位ラスカル、3位サータ、2位バズマル、1位サータ。ありがとうございます。場所変わるだけなんですけど、はい、こんばんは。場所変えるだけなんですけど、こんばんは。どうもありがとうございます。ラジオ配信できないんですよ。どうもありがとうございます。めっちゃリポストしてる。どうもありがとうございます。バンされたくないので切って移動します。にん